はい、皆さんこんにちは、ワンダルユービジです。今回はプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲の使者続きをプレイしていきたいと思います。では早速アムロの続きです。シャアによって占拠されたスイートウォーター政府がネオジオンの政権を承認した。もともとこのスイートウォーターは宇宙の難民用に作られたコロニーだ。シャアの掲げる反地球的な理想に惹かれるのも無理はない。これは映画にもあったシーンですね。ただ意識が永遠に生き続けたら拷問。絵の映画は私は永遠にあなたたちを見ていたい。書き下ろしかもしれない。そりゃ英語だよ。私は永遠にあなたたちの間にいたい。シャアは否定しろ。彼は純粋。純粋だと。情けないモビルスーツと戦って勝っても意味がない。ララースーンは敵対するアムロに求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。だがまた一年戦争自体敵の新兵器によりクロスオーバーしましたね。連邦の艦艇は次々と沈められた。ホワイトベースはアーバオワ空へ進行中の連邦の艦隊と行動を共にしていた。敵だ、総員戦闘配備。帽子の付録か。まずあれから落とさないと。できるのか。なんかエルネスとの戦闘になるか。ちょっとここも
動きつつ射撃戦に持ち込みましょう。一応ね、ロックオンはされてる状態なので、このロックオンがされてる状態でしっかりガードとステップで攻撃をかわしつつ、確実に攻撃を当てていきましょう。まあ、狙いはどうなんだろうな。ララーのエルメスをメインにターゲットとして狙っていけば良さそうですね。シャアのゲルギーによる、あの、ロックオンターゲット切り替えると出てくる、節があるんですけど。じゃあ、このまま射撃戦に徹します。そうか、これビットだな。ターゲット切り替えて出てくるのはビットが出てきてると思います。なので、まあ、ボディって出ているのがエルメスの本体だと思うので、ちょっとこのエルメスの本体集中的に狙っていきましょう。どうなんだろう、距離を詰めた方がいいのか、近寄った方がいいのかが、ちょっといまいちわかんないですね。ちょっと戦い方としてはしょぼいんですけど、左右にステップを踏みつつ、こちらはロックオンしてる状態で、ちょっとずつ確実にエルメスの本体の方に射撃を当てていくというね、ちょっとこの戦い方でしばらく削っていきたいと思います。エルメス本体のビーム攻撃、もう打ち終わりを狙うと、まあ比較的当たりやすいかなという感じがするので、ちょっとそのタイミングを狙って打っていきたいと思います。今ね、あの、激戦の末、ヘッドを破壊されてしまっている状態ですね。こういう演出があるんだな。ここではこのヘッドが回復してますかね。あなたには力がありすぎるのよ。あなたを倒さねば、シャアが死ぬ。シャア、それが。あなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜなの？なぜ遅れて私はあなたと出会ったのかしら。あなたと出会ったからってどうにもならない出会いなのに。しかしこれは事実だ。認めなくちゃいけないんだ。出会えば分かり合えるのに、なぜこういうふうにしか会えないのかしら。あなたは私にとって遅すぎて。僕にとって突然すぎたんだ。人同士ってこんなもんなんだよな。こんな。ララ、奴との戯れ事はやめろ。ここからはシャアとの戦いになる。連戦ですね。しかも、何がいけないって、これ連戦で回復してない。あの、ゼータガンダムの場合だと、連戦の場合でもしっかり回復して、次の、まあ、敵モビルスーツとの戦闘っていう、まあ、そういうシチュエーションが用意されてたんですけど、残念ながら、この逆襲のシャアでは連戦の場合は、回復しないまま戦うことになりますね。まあ、ただエルメスよりかはシャアのゲルググの方が戦いやすい感じが今のところします。ちょっとここからは当たりにくいですけど、バズーカも打ちながら弾の回復を待ちましょう。まあ、あんまりね、シャアの攻撃を受けるわけにはいかないという状態なので、さあ、なんとか、まあ、耐久力をシャアゲルグと同じぐらいのところまで持ってきました。
まあ回避優先で戦っているのであんまりダメージをもらわずにここまで来てますね。ただどっかでね、ある程度ダメージ確保でもシャアに攻撃を少し上に当てて固めていけないシチュエーションっていうのも当然出てくると思うので、ちょっとこのシチュエーションね、うまく活用できればいいかなと思います。基本的にはもう射撃戦ですね。ライフル、ビームライフルとあとバズカ、今両方とも残弾がゼロの状態で、今ビームライフルの残弾が回復した状態ですね。なのでここで確実に当てていきたい。まあ、今当たりましたね。で今ビームライフルの残弾がなくなって、バズーカーがねちょっと回復が遅いので今打つ手が出しているところです。まあ本来だったらここで格闘戦なんかを挑んでもいいのかなと思うんですけども、まあ格闘戦でね逆にシャアのビームナギなどを受けてしまうと、もうそこでゲームオーバーになってしまうリスクもあるので、まあ、ここはね無理せずというところを考えています。ちなみにエルメスとの戦いでガンダムのヘッドが吹き飛んだんですけども、回復してますね。止めました。ここにセイラさんが割って入るシーンが描かれているのかどうか。ガンダム、赤いモビルスーツ。ここはブースターだ。兄さん、下がってください。大佐、行けません。うん、アルペジオか。してしまった。僕はララを殺してしまった。はい、というわけでソロモン戦の後、シャア、そしてララ、アムロ、三つどもえの戦いのシーンがあったと思うんですけども、今回はね、クロスオーバーという形で一年戦争時の、その戦いの様子をプレイしました。では、1話に1収録ずつとさせていただきたいので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。